こんにちは、長澤です。今回はですね、公式マシンの作成にあたりまして、スライドダンパーを取り付けていきたいと思います。で、今回取り付けるスライドダンパーなんですけども、以前に作り方を動画で紹介したものですね。それをもう一回取り付けていこうと思います。ただ、今回取り付けるにあたって、ちょっと工夫してね、取り付けていきたい。まあ、大したことやってるわけじゃないんですけども、まあ、ちょっとしたメンテナンスというか、そんな感じで、やっておりますので、その辺をちょっと、ご紹介しながら取り付けてみたいと思います。じゃあ早速やってみましょう。はい、ということで早速こちらのマシンにスライドダンパーを取り付けていきたいと思います。今回取り付けるのはちょっと前に作ったこちらです。当時のままの状態になっておりますので、上蓋がされていない状態ですね。仮止めされています。これも閉じなきゃいけないんですね。はい、こちらのステの作り方についてはですね、その時の動画を、ご覧になっていただくということで、特に説明はしないで進めていきたいと思います。で、今回ですね、これを取り付けるにあたって、すでにちょっと加工しているんですが、取り付けてみて、分かったことです。まずですね、一つ、この穴ですね。この軸を通す穴、ここですね。この穴の調整ですね。さすがにね、ぴったりの状態では動きが悪すぎて、なかなか渋かったんですね。ガクガク言うような動きになりました。ということで、ちょっと広げたいなと思ったんですけど、そこで目安にしたのが、見えますかね？ちょっと、見えづらいかな？ちょっと金色になってるの分かりますかね？これが真鍮のスペーサーなので、削れてね、ちょっと金色になるんですよね。ここに入れて、こう、こすってですね、こすって、金色に、強く金色になってる部分を、ヤスリでね、優しく削って、優しく削って、で、削りカスを落として、また、ここでこすると。こすってみて、で、っていうことで、繰り返していくと。ちょっとずつ削っていくということですね。そして、若干クリアランスをね、大きくしました。ちょっと広がっています。少し動くぐらいがやっぱりちょうどいいかなと思います。ぴったりではやっぱり動きが悪すぎますね。で、もう一つ。これも、普通に考えればわかることだったんですけども、この部分ですね。この擦れ合う部分ですね。ここにグリスを入れてなかったんですね。やっぱ擦れ合う部分にはグリスを入れるということですね。で、とりあえず使ったのが、この標準のグリス、どのマシンにもついてきますけど、これいっぱい余ってますんで、これをちょっとつけて、スペーサーにつけてですね、ここに塗って、はい、そして、中に入れると。はい。滑らかに動くということですね。これをやった上で、じゃあ取り付けてみましょうということでございます。はい。じゃあ早速取り付けていきましょう。はい。取り付けに使うのはこちらですね。土台になるプレート。あとは、土台になるワッシャーですね。ワッシャーが2つ。あとは、これないや。あとナットですね。ナット、あとビスですね。このステーはね、13mm のアルミ2段入れたものは、これはこれで使います。何に使うのかということはね、また大会が近くなった時にね、告知したいと思います。もうすでに告知はされていることではあるんですけど、私からの告知も後で行いたいなと思います。ちょっとね、ミニ四駆をやりながらお酒を飲める、あれのことですね。はい。じゃあやっていきましょう。ここにね、ワッシャーを入れておりますけれども、これは、この、真鍮のスペーサーが食い込みすぎないようにということで入れていますが、これのデメリットがですね、やっぱ密着性がなくなるということでガタが生まれます。ここはちょっといずれまた追加工して解決していきたいなというところでございます。はい、簡単ではありますけれども取り付けが完了しました。動きはですねこんな感じです。ちょっとガリガリいってる。まあ狙いの動く量としてはほんのちょっとでいいかなと自分は思っています。というのもね、昔公式大会の後に反省で言っておりますけども、連と連の継ぎ目ですよね。継ぎ目の段差、これのために、使いたいというのが第一の狙いです。で、まあ、あとは、ライジングサーキット2016の方でね、ついている側面へのウォッシュボードらしきものですね。あれにも対応したいということがあるので、今回取り付けることを決めたわけなんですが、そこのことはね、あんまり気にしていません、正直。ちょっと動けばいいかなと思ってます。減衰の方向としてはですね、ショックの吸収で早く行ってゆっくり戻るみたいなね。早く行ってゆっくり戻る。これが理想かなとちょっと思っています。ただこのためにはですね、結構ガタが大きいということですね。これ。はい。あとは取り付け途中にも言ってますけど密着性がないのでその部分のグリスでのね効果、そこがちょっと狙えないということが今課題として残っています。なので。このスペーサーですね、スペーサーの長さもしくは材質を変更して、なんとかその辺をクリアにしていきたいということを考えています。ちょっとそれは思いついてからね、またやってみたいと思います。まずはこの状態でどれだけ効果があるのかということを自宅コースの方でね確認していきたいと思います。はい、ということでこちら昔作ったスライドダンパー取り付けてみました。思ったよりね、動きが良くなりました。前だとね、結構すぐガチガチになってね、はまったりするような感じだったんですけど、今はね、あんまそんなことないですね。はい、よく動いています。ただ、サラサラいってるね。ちょっと音が怪しいですね。はい。で、ですね、次回の動画でですね、この取り付けたスライドダンパー、まずはフロントだけですけども、これを使って、あのライジングサーキット2016の側面のウォッシュボールね、それについて検証していきたいと思います。そしてもちろんリアの方もですね、リアの方こちらもスライドダンパー作っていきたいと思いますが、フロントほど強度は必要ないかなというふうに考えておりますので、軽さ重視で作っていきたいなというふうに思います。ということで今回は自作スライドダンパーを FMAR に取り付けてみたよという動画でございました。また見てねー。